打線大爆発ビアリ攻略。はいどうもメントスコーヤとナドルモルでございます。本日もですね DeNA の振り返りの動画撮ってまいりたいなというふうには思います。昨日はですね現地で見事ね、右行って負けてしまったというところで森友哉選手に本当に、打たれてしまったという感じになったんですけども、今日の試合勝っていきたいというゲーム結果を申しますと8対4で見事勝つことができました。いやーこれでねなんやかんと言って京セラドームでのオリックス戦勝ち越すことができましたし、交流戦首位という感じで、ガチキープできてますので、来週得意だね、ハマスタ6連戦で終わって、まあ、好調日本ハムとロッテなのでね、相手が悪いというところもあるかもしれないですけども、非常にいい形で交流戦ね、送ることができてるのかなというふうには思いますので、このまま優勝目指して頑張っていきましょうということで、いつも通り選手の活躍を見ていきましょう。こんな風になっております。いやー、打線の方はですね、宮城選手ですよね。まあ、宮城選手ね、本当にここまで非常に防御率も、素晴らしいピッチャーで、先週のね、中日戦でも完封勝利上げているピッチャーですので、まあ、点がなかなか取れないというか、ロースコアの展開になるのかなというところで予想してた部分はあったんですけども、なんと、初回からね、大量得点ですね、4点入れることができまして、その次のね、回でも3点、宮城選手からはね、8点もね、5回でね、取ることができました。本当にそこはね、打線が繋がって、昨日はね、点数を取ることができましたけども、なかなか初回の方でね、山崎幸也選手を捉えることができなかったんですけども、昨日はそれらのね、やり返しをするような、素晴らしいね、打線が、応えてくれたのかなとは思います。今日はあとはね、サードで宮崎選手が、スタメンに復帰しました。で、1打席見てでね、満塁の場面で回ってきて、走者一掃のタイムリーツーベース、さらには次の打席でもレフトスタンドへのソロホームランですよね。やっぱ休養を挟んだことによって、さらにね、状態の方が上がってきているのかなと思うところはあるんですけども、凄まじい活躍、あとはですね、大津選手もね、調子いいし、関根選手もね、初回にヒット打ってます。あとはね、3番の佐野選手ね、ちょっとゴロ多かったですけどね、4番の牧選手もツーランホームランね、打ってくれてるしね、状態かなりいいのかなというふうには思ってます。ソト選手もタイムリーツーベースに出ました。ね、あとは、まあ、山田選手は出なかったですけどね、富樫選手と桑原選手にもね、レフトスタンドへのホームランに出ましたので、全体的に調子上がってきてるのかなというふうには思いますので、ハマスタでまたさらにね、打線の厚みを上げていって、新打線がね、しっかりハマってくれてると思いますので、あとは、まあ、その選手がね、例年通り3割に、上げることができれば、もっとよりね、強力な打線組むことができるのかなというふうには思っているんですけども、皆さんの調子上がってきてます。あとはね、今日で DH 終わりますので、ファーストをね、外選手か、まあ、大津選手のどちらかですよね、起用するのかというところの問題あるんですけども、やっぱり今の調子見ていくと、大津選手なのかなというふうに思えるところがあるので、来週か、まあ、ずっと出すわけにはいかないかもしれないですけども、気になるポイントかなというふうにも、思ってます。あとはですね、ピッチャーの方はですね、まあ、大貫選手ね、まあ、そこまで良くはなかったように見えましたけどもね、6回投げて3失点で、クオリティスタート、上げていますので、最低限のピッチング本当にしてくれたのかなと思います。あとは、ま、5点差あるというところで、伊勢選手を今日起用したんですけども、まあ、今まででね、なかなか今年の運用的に、まあ、3点差以内ホールドつけへん場面ですよね。そういうところはね、避けてたんですけども、今日は使ってきましたね。カード勝ち越したいというところもあるので、ちょっと怖かったのかな、昨日打線ついてるので、というところもあるかもしれないし、まあ、伊勢選手ね、あんまり今年投げてないので、もうちょっと投げさせた方がいいっていうところを判断して投げさせたのかなっていうところはわからないんですけども、まあ、ここはまあ別にね、ウェンデルケン選手も使いましたけども、悪くはなかったのかなというふうには思います。まあ、9回はね、きっちり山崎選手はね、見事温存することができてますので、亀田選手もね、頓宮選手にホームランを打たれてしまったもののね、しっかり抑えてますので、ここはさすがのピッチングかなというふうには思います。あとはやっぱ頓宮選手も怖いですね。ずっと打たれてますので、やっぱキャッチャー、強力やね、森選手もそうだけども、トング選手ちょっと、怖いので、戦わなくてこれから良かったかなっていうふうにはね、思ってます。はい、今日はね、こんな感じで終わっていきたいなというふうには思います。最後にね、ベントスケト選手決めていくんですけども、まあ、復活して見事、ホームラン含む4打点上げてくれました、宮崎選手に上げていきたいなというふうにはね、思っております。ベントスケトの方で、ね、おめでとうございます。はい、今日はこんな感じで終わっていきます。火曜日からまたね、ハマスタで試合始まりますので、一般ハムラ相手ですけども、しっかり応援して、勝ち越し、交流戦首位を狙っていきましょう。はい、今日こんな感じで終わったので、ここまでご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。いつもこんな感じで撮っておりますので、また見てください。それではですね、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ、活動。
サーフリのキャビア咲き、キラクアフラルパーダ、夢がけ鮮やか空高く、かっ飛ばせビア咲き。